町田中央公園、町田市立三町田朝日体育館、町田市立三町田朝日体育館は、東京都町田市朝日町の町田中央公園内に、ある体育館。老朽化が進んでいた町田市立朝日町体育館を建て替え、2001年4月10日オープン。指定管理者制度に基づき、2019年3月までは、チーム町田が、2019年4月からは、 町田 ATK スポーツパートナーズが管理運営に当たっている。国内での新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年2月29日から施設が閉鎖され、同年4月28日には町田市が市市会と協力し、ドライブスルー方式の PCR 検査を行う地域外来、検査センターが開設された。その後、 同センターが別の場所へ移転したのに伴い、同年10月1日から、施設利用が再開された。広報町田、第1286号町田市町田市。3、町田朝日体育館。2019年12月7日閲覧。町田市。地域が依来、検査センターの移転について、2020年10月1日閲覧。ありがとうございます。